丈夫だからな。おお、父ちゃん、カイト兄さん。そうですか。じゃあ
気をつけてくださいね。こんなところで死体になっちゃ嫌ですよ。管理人たちが使用している小屋のことなら、噴水の向こう側を30メートルほど行った先にある小橋を右手に見ながら、反時計回りに37度くらいの方向に見えるはず。わからなければ行ってみて自分の目で直接確かめることですね。もういいですか？それとも他にもまだ何か？あなたにそのことを答えねばならない義務はありません。失礼します。そういう表現は好きじゃないです。では、なんか人が倒れてるみたいですね。死んでるんじゃないの？来るときぶつかったのが死んなら寝覚め悪いな。ラン先輩、この人まだ死んでないですよ。あの、苦しいようでしたら、お医者さん呼びましょうか？お兄ちゃん、しっかりして。さっき乗っかっちゃったのは謝るから。過度の疲労、および栄養不足による一時的な意識の喪失、あるいは半覚醒状態における。やっぱりお医者さんを。大丈夫なようですね。ちゃんと生きていますよ。お兄ちゃん、きっと倒れたショックで頭の中が混乱してるんだよ。急に倒れたんですよ。パタンって。お食事とってないんでしょ？顔色が良くないですよ。人騒がせな兄ちゃんだな、たく。いずれにせよ、こんなところで倒れられたら周りの通行人に迷惑です。栄養不足による一時的な意識障害ですから、さっさと移動してください。私の肩を貸しますから。見ちゃいられないね。ほら、私も手伝ってやるよ。ああ、私も手伝う。じゃあ、こちらのベンチの方へどうぞ。ところでお兄ちゃん、お名前は？